機動戦士ガンダム UC エンゲージ。はい、皆さんどうもテントモです。というわけでメリークリスマスなんですけども、はい、動画出すかどうかちょっと迷ったんですが、今日ちょっと喉の調子が良さげなので、今収録しております。はい、で今ね今たった今マイクをセットして実況を始めようとしていたところ、マイクとマイクのスタンドをくっつけてるその接続部分がポキっていっちゃってポキっていっちゃいまして、僕が YouTube を始めた頃から使ってるマイクが折れました。マイクっていうか、そう、繋いでる部分が折れてマイクが支えられない状態になって、今とりあえずマイクを横に倒して収録しております。はい余談ですが、いやーびっくりしましたね。なんかいつもとマイクの向きがちょっと変だなって思ってちょっといじっていたら、ちょっとやりすぎてしまったやりすぎてしまったのかポキって、なんか変だったんだよ、ねえ、クリスマスなのにクリスマスなのにね、めでたい日なのに、いやちょっとした不幸が昨日っていうか今日というかアカシアサンタ、全部見まして、久しぶりに、そう、数年ぶりですね。毎年忘れていて見れなかったんですけど、今年はね、見逃さずしっかり見てね、アカシアサンタっていうと不幸話をして、でね、いかに不幸かで、まあそれが面白かったらさんまさんが鐘を鳴らしてプレゼントみたいな、まあ、そういう感じなんですけどはい、それはさておき、まあ動画ね、今日夜生放送があるので、その後にまあ出そうかなって感じだったんですが、生放送前なんですけど、ちょっとまあ言いたいことが発生しまして、まあ先ほどね、朝方未明にまあちょっとした動画を出しまして、もう見てくれた方いらっしゃると思うんですけどね、クリスマスといえば毎年恒例の25日0時プレゼントボックスにね、ダイヤっていうか、初年度は、最初の年はコインがね入ってて、で翌年は一気にグレードアップしてダイヤ3000が入っていて、まあ今年もダイヤ3000と思っていたんですけども、まさかのね、まあさっき動画出しましたが、届いているみたいですね。忘れないように気をつけてください。がたまりすぎてる。はいね、プレゼントがないという受け取り履歴でもねそう、ファントムエース、そうそう、受け取り履歴を見直しても入っておりません。ということでダイヤ3000の配布がなくなりました。これは非常に残念でございます。はい、まあ、まずはサプライズってのがなかったこと、なくなったことが残念で、そしてね、ダイヤ3000という貴重すぎる、ね、ガシャ10連分の貴重すぎる配布がなくなったのがとても残念というね、まあ、ちょっとしたショックを受けました。はい、でまあ昨日からまあボーナスバトル始まりましたよね。まあもうボーナスバトル今日もクリアしたんですけど、内容はまあいい感じです。はい、まあ、去年と似てるというか、まあ去年とほとんど同じ、若干違う、そのドロップの中身がちょっと違う、数は全く同じなんですよ。そう、金ハロ同じ、金ハロ1224個同じで、去年は銀ハロ1224個だったんですよ。で今年は銀ハロではなくて経験値素材 MS キャラそれぞれ1224個っていうね、これはかなり嬉しいボーナスバトルの報酬だと思うんですけど、これが3日続くのかな、まあ、去年も3日、まあ同じですね、まあほとんど同じで、初回
プレイ時、初回プレイ後にイベント実績でダイヤ1000個、ダイヤ1000個もらえるっていうね、これもまあ、去年と同じというかボーナスバトルは毎回ダイヤ1000個もらえる感じですね。そうなので、まあダイヤ1000個は手に入れることが、クリスマスプレゼントとしてもらうことはできたんですが、それプラスのダイヤ3000個が今年はないというね。そう、まあ素材的にはまあ去年も今年もまあ同等な感じですかね。まあでも去年の方がまあやっぱり1年前ということで金ハロの価値も高かったのかな、銀ハロの価値も高かったのかなとは思うんですけど、うん、まあでも経験値素材はね、非常に嬉しい、いくつあっても、ね、全然足りない感じではあるので、うん、素材は OK なんですけど、やっぱりダイヤですねまあただもしかしたら今日がね生放送があるということで、生放送でね、いつものダイヤ3000に上乗せをしてくる可能性の獣は、まあ、一応あるんですけど、まあただどうですかね、僕は普通にダイヤ3000な気がしているんですが、でまあもうね、たとえあってもクリスマスプレゼントではないですよね。また数日後にプレゼントボックスに入れられる、と思うので、うん、なのでまあもうお正月ね、お年玉みたいな、まあもしかしたらお年玉でがっつりダイヤ配られる可能性の獣もね、まだ控えてはいるんですが、現時点だとまあシンプルにダイヤ3000がなくなった、ダイヤ3000の配布がなくなったなっていう印象ですね。うん、まあその分ね、今日の11時から始まる、まだ11時前なんですけど、11時から始まるエンゲージウィークね、新しいイベントね、エンゲージウィーク、これで、まあ、最大100連回せて、まあ100連分もらえるってわけじゃなくて、100連回せてその中で最も良かった10連の結果を得ることができるっていうね、まあこれが非常に嬉しい、新しい試みではあるんですが、で紙修正、紙対応みたいな動画を僕は確か出したような話した気がするんですけど、うん、ただまあダイヤ3000がなくなって、そのエンゲージウィークが加わったって感じならば、まあトントン紙アップデでもなくて、まあトントンなのかなっていう。で単純にクリスマスの報酬で考えると、まあマイナスですよね。うん、エンゲージウィークは正直クリスマスイベントではないと思うので、今日から始まるけど、1月1日、おみそかね、1週間続く感じのイベントですもんね。そう。なので、まあクリスマス報酬は、うん、まあ、昨年よりはかなり下がったっていうね、そういう感じなのかなっていう。はい、まあまだ生放送が控えているので、最終的な報酬量はわかりませんが、うん、まあクリスマスね、クリスマス報酬は、っていう。はい。ということで、ね、ダイヤ3000、もうそのままな上でエンゲージウィークっていうのが、まあやっぱり理想でしたよね。うん。で、これを新しく始めるからこれをなくそうじゃなくて、これを新しく、これも新しく始めるっていうね。それが、うん、それがやっぱりユーザーの理想だと思うんですけど。うん。まあまだお正月も控えてますし、最終的な報酬量がどうなるかわかりませんが、お正月もね、元旦、もうプレゼントボックス毎年ありましたよね。あったっけ？どうだったっけ？あったと思うんだけど、うん、それもなくなるのかなっていう、うん、元旦区は来るけど元旦区は来るけど、そりゃなくなるのかなっていう。はい、ということで、はい、といったお話でした。はい、さあ
今日の生放送ね、どうなるんですかね。どんな期待が来るのか。年末年始ぶっ壊れ限定期待、僕が言っていたゼータガンダム覚醒、そしてジオ覚醒が来るのか、来ると思っているんですけど、まあ、それか他の方がコメントでおっしゃっていたフェネックス NTD ね、この辺が来るのかなという、まあ、ゼータジオの可能性の方がかなり高いですけども、残りのパーセンテージがフェネックスなのかなっていう。で、僕はどちらかというとというかフェネックスの方が来てほしい僕の気持ちはフェネックスが来てほしい、うん、ジオも嫌いではないけど、そんな好きってわけでもないし、まあ、ゼータの方が、まあ、ゼータ覚醒の方が、まあ、好きではありますね。うん、まあ、飛田さんの、ね、セリフに合わせたあのゼータガンダムが好きというか、うん、まあでもジオが来るなら来るでよしでもある、うん、貯蓄できるから、うん、去年はねバンシーノルン、そしてユニコーンガンダム両方僕の好きな機体ということで、もうブッパーしましたからね。ダイヤ20万近くあったんじゃなかったっけ、どうでしたっけ、全部使ったような気がします。はい、ユニコーン NTD もう貫突させたかったけど、で素体しか取ることはできず、一突はできたんだっけ、うん、はい、なのでまあ今年は僕の好きな機体的にはまあ大丈夫かなっていう、うん、まあフェネックスが来たらちょっとやばい、うん、まあでもね来月のために取っとかないといけないので、そう来月ね、そうなので普通にゼータジオが来てくれたら、まあとりあえず素体でいいかなっていう、はい、ということで、そうで土日にね追加情報で動画出そうかなって思っていたんですが、結局出せずに、先日ね僕がジオ覚醒が来る理由として、まあガンちゃんさんのゼータガンダム、今やってるゼータガンダムが今46話で、でサムネがジオで、そうだから来るっていうね、たまたまかもだけどって言ったんですけど、うちのクラメンの村正さんが、まあ、有力情報をくださって、今有線ゲージで進んでるアムロシャーモード、あれがまんまゼータガンダム、そのガンちゃんさんのゼータガンダムと同じとこみたいなんですよね、ほとんど、うん、というのがあってあるみたいで、さらに来る可能性は高まったかなっていう、うん、そう、まあ、全然ね関係ない期待が来るかもしれませんが、はい、まあ、楽しみですね。ということで今回こんな感じで終わりたいと思います。はい、また動画出しますのでよろしくお願いいたします。では、以上となります。いかがでしたでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジークリスマス、ジークリスマス。触れられるの慣れてなくて。